ジョージ・ナトール、ジョージ・ナトールは、アメリカ合衆国う生まれのイギリスの細菌学者、病理学者である。分子系統学の分野では、様々な霊長類から取った血清でウサギに抗体を作らせ、その反応の程度を比較し、人が新世界猿よりも、旧世界猿に系統が近いことを示す実験を行ったことで先駆者とされる。 サンフランシスコでイギリス人医師の父親とアメリカ人の母親の間に生まれた。1884年にカリフォルニア大学を卒業し、1890年にゲッティンゲン大学で博士号を得た。1899年からイギリスで研究し、1900年にイギリス国籍を取得した。ケンブリッジ大学で働き、1906年に ケンブリッジ大学の生物学の初代のクイック教授職に就任した。モルテの生物学規制中学研究所を設立し、1921年から所長を務めた。1901年に衛生学の学術誌、ジャーナル・オブ・ハイジーンを創刊し、編集を行い、1908年に規制中学の雑誌、パラシュトロジーを創刊した。 寄生中学と外中の分野に貢献し、免疫学、血液科学の分野でも貢献した。ウィリアム・ヘンリー・ウェルチと共にガスエソ引き起こす病原菌のウェルシュ菌を同定した。消化における腸内細菌の重要性や血液の殺菌特性も研究した。1901年に行われたナトールの実験は分子系統学の先駆けになるもので異なる。 種のタンパク質の配列の違いを間接的に測定する試みであった。モリス・グッドマンの比較免疫学の研究が進化生物学者たちの注目を集めるのは1960年代に入ってからである。1904年王立協会フェロー選出。ありがとうございます。